お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はね、エリポングルをね、紹介したいかなと思います。で、皆さん、エリクサーポンプ知ってますか？このカード。めっちゃ強いんですよ。ですけど、知らない方がね、多分多いんじゃないかなと思いますね。別に決してね、皆さんバカにしてるわけでもないんですけど、ここ最近エリクサーポンプが、全くと言っていいほど使われてなかったんですよね。ディガー入りのね、デッキがめちゃくちゃ多かったりだとか、クエイクね、も流行っていたので、エリポンがね、全然使われてなかったんですけど、ちょっとね、最近復活してきましたね。クエイクがね、弱体化されて減ったっていうのがね、一番ね、一番の理由だと思うんですけど、エリポン入りの今回ゴレですね。エリポン入りの三重士だったり、最近だったらそんぐらいか。エリポン入りのクロスとか。なんですけど、昔はね、結構エリポンが当たり前に使われる時代で、ホグにエリポンだったりだとか、メガナイトジャイっていうデッキがあったんですよ。メガナイトジャイエリポンみたいな。そういうすごいデッキもあったりだとか、エリポンがね、当たり前だったんですけど、ここ最近ちょっとね、減って悲しいっていうのがね、僕、非常にね、思ってますね。三重士とか使ってた方ならね、よく使ってたんじゃないかなと思うんですけど、さあ来たー！クロちゃんだ、クロちゃん。言い方よくないか？クロスですね、クロス。最低ロケット使いましたよと。エリポン置きたいですね、非常に。このデッキは、スケドラとライドラと、スケドラとライドラと、もう一個なんだ？エリポンか。で、中型呪文枯渇をさせていくっていうデッキですね。なので、今のタラババいらねえな、テスラ壊す必要なかったな、ミスった。なので、今ロケット打ったのでリポン置きたいんですが、置くと、チキチキチキユーチキユーチキテスラは回んない。アイスおじいさんが来る。アイスおじいさんが来る。ダメージできるか抑えたいので、陸受け、オッケー、耐えていく。さあさあさあ、もう僕のペースですよね。正直突破できるかは分かりません。テスラ、イスイズ、トルネロケを突破するのはなかなかね、困難なところもあるんですが、ですが、それをね、普通だったら突破できないんですよ、こんなの。ですけど、それを可能にするのが、このエリクサーポンプでございますと。さあ、相手ね、テスラがさっきと高いので、タルババが届きますね。貯めていきます。で、これにロケット打ったら、またもう速攻ね、チェキって来てもスケドラパーンでね、覚えていきますよと。これ、ライドラが正解だったかな。ミスった。やべ。しちゃったやべ。いてててててててやべ。やべ。これ、ロケット圏内にできやめて。ロケット圏内にできやめて。さあ、エリポンはめっちゃ溜まりましたね。エリポンめっちゃ溜まったので、そろそろ僕のターンといきましょうか。で、ゴレは、今だったらケツでもよかったかもしんないですけど、基本的にこのね、タワー、今の位置ぐらいから出すと、相手がね、攻めクロスはできないんですよね、ずっと、常に。で、相手は守るしかなくて、僕は攻めれてみたいな感じのターンを無限に繰り返すことができますね。これ多分ロケットきますね。いや、来ないのかな？いや、来ると思うんだけどな。でもエリポン置いたことによって、相手はロック打ちにくいんだ。さあ、このアイスおじさんを、こうね、処理してあげると、オッケー。で、ここにゴールですね。そうすると、相手はクロス置けないんですよ。置いたとしても、なんか無理やり攻め取るんで、剥がすとかしかしないといけないので、さあ、じわじわウッド削りをされているラディ選手でございますと。これ、ロケ打ちたいんだろうなーって、打ってくんねえかなー。なんで打ってくんねえんだろう、さっきから。来た。ロケット打ったら、もう追加ですよね。で、追加して、甘いスイーズはね、勝手にね、やれると思うんですけどね。ここでロケットが、オッケー。で、これも、ピューンってまとめてあげて、コストがなくて、お疲れちゃんでしたっていうのが理想なんだけど、やべ、俺ね、やべ、いけ。スケドラ、もうスケドラがね、強い。相手ロケットなので、スケドラ処理できない。来たー、あぶねー。そんな感じですよね、本当に。相手がエリポンにロケットをね、打たなかったんですよ、途中。で、俺はエリポンなんかどうでもいいから、今削っちゃるぜって、ちょっとね、こう、攻めてきたんですね。だからこそ後半ね、僕は勝てましたね。相手が毎回エリポンにちゃんとロケット打ってると、もしかしたらね、僕は結構負けてたかもしれないんですけど、そしたらね、スケドラとかライドラがね、生きるんでガンガン攻撃つけてっていうね、戦い方がね、できますよと。言った感じで、大事なのはロケットで美味しく一気に持っていかれないことと、エリポンを貯めることですかね。よいしょ。
とりあえず次にエリポンがあるのでエリポンを回していきます。あーですがここ1回というかダクに来たので1回防衛しますね。今エリポン行ったら端前ジャイとか来てあー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 ってなっちゃうんで、ゴラーですね。これはミスターゴラーで、僕のゴラはね、僕すごいねゴレ嫌いというかダクネアンチ教の人なんですけど、全然違った全然違った。このゴレはねダクネが入ってないのでもう安心安全のねもう健全なねゴーレムなんでね、皆さんにね非常にねおすすめしたいかなと思っております。ただね僕はねダクネアンチのだけなんでね。さあでこのライダーはねちょっとね単体で生かすのは気持ちもったいなくて、相手ポイズン使ってるので回したですね。エリポン次置くと相手はポイズン打てなくて、やってくれるんじゃないのかこれは。一発もう一発。さあじわりじわり削り、カード回しつつエリポンを回していきますよと。さあでここでエリポン置くと相手はどうしてくる。エレキダクネゴボリマスケがエレキのジャイスキラかな、そんな感じがしますね。いや、わかんねえな。これはランパにしましょう。多分、ポイズンまで打たれた時に、スケドラだとエリポンと一緒にね、美味しくいただかれちゃうので、オッケーオッケー、ここで耐えていきます。このダメージはもうどうでもいいですね。あ、そして、これ、こっちにめっちゃ攻めます。そして、このゴボル単体で持ってこさせると、マジでね、本当に申し訳ないんですけど、キング起動して、キング起動して、もうね、相手のスケルトンラッシュは入らないよと。まあ、これがね、トルネードの強みと言いますか、このデッキはスケラがちょっと厳しい部分あるんですけど、まあ、厳しくはないか。よいしょ。さあ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 。もう、ガンイモですね。てか、まあ、スケなら上に出してもよかったな。うめ、待って、飛ぶ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 。飛ぶな飛ぶな飛ぶな。あぶねえ、なんかワンチャン持っていかれそうになってんな。で、ここでもう一回リポン置きますね。リポン置いて、相手の攻めはこれをガチで守ります。で、スケラにスケドラ咲く必要ないですね。タルーがあるので、これ速攻溶かして、これを、もうスケラ来てもタルーで守れますね。上を速攻溶かすのが大切。OK。で、あとはもうタワーに頼って、OKOKOK。で、ここまで来たらもうゴレですね。さあ、エリポン保りました。で、相手に、スケラ、ここ相手にポイズン打たれても耐えるんで、OK。で、スケラ打たれたら、スケラをね、完封すればいい話なんでね。さあ、ここまで行って負けるのはさすがに悔しいので、完封すればいいだけなので、さあさあさあ。スケラが来るか。一回、一回守ってくるかなとも思ったんですけど、やべ、ミスった。やべか。やべ、待って、やべ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 、耐えろ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 、来たー、危ねえ。危ねえ。ワンチャン負けそうだった。ここまで来て、一回ちょっと守るのが下手だったかな。一回、もうユニットからね、キング起動してたら、もうユニットからね、ちゃっちゃ処理して、まあ、樽でね、樽だけで守るのがね、一番良かったかなと思いますと。まあ、エリポンね、あるあるなのがエリポン溜めすぎて、今から攻めたらタワー折れるのにもう残り10秒みたいな、そういうね、悲しいこともあるんでね、エリポン大きすぎないね、気をつけたいですね。自分せっかく守ったのにみたいな、クラロワがね一戦10分だったら勝ってるのにみたいなねことがねたまにあるんでね、まあ、気をつけていきたいなと思います。でまあ今みたいなゴボリがね単体で来させるように逆サイ攻めてトルネードで金起動みたいなのもね覚えておくとね、対スケラーねトルネードに使ってる方はね非常にねいいかなと思います。さあ相手はなるほどね、もしかしたら僕のアンチかもしれないですね、これは。僕が嫌いなね、デッキの可能性が、まあ、ありますが、まあ、まだわからないよと。ザップザッパーぽいザッパー。なるほどね。で、ここでもうゴレいっちゃっていいですね。ここでゴレで、相手ポイズン使ったので、もう後ろにスケドラと、まあ、ライドラか、まあ、スケドラでいいかな。つけて、インドラ。つけて、なるほどね。これはまあ、ライドラでいじめたいですね。ライドラでいじめたい。で、ライドラでいじめつつ、ここ突破していきたいですね。スケドラで。相手ポイズン使った後なので、このスケドラとかも結構きついと思いますね。でも、このインドラのダメージはもう補強するしかないですね。
で、僕がこのスケトラ残したいので、こうトルネ使ってね、もうこれそれだけでね、タワー折れます。今のトルネないと、ただ守られてるんですけど、トルネもね、打っちゃえばね、いいですね。今だと思えばね、打っちゃえばね、いいです。さあ、というわけで、これでスラム、OK、これで、ダクネを処理できると、でかいですね。で、もう一回エリポン置いて、エリポン置いて、相手がポイズンってきたら、もう僕のライドラもスクドラも生き生きしちゃいますからね。ですが、ここ無視してくると、また僕のエリアドラ生き生きしちゃうという、相手からしたら地獄なんですよね。そう、エリクサポンプっていうカードをね。さあ、もうこれだと相手ライドラ処理できないですからね。で、多分ライドラは僕は2周目回した方がいいですね。あの、ポイズンプラスユニットのかすり傷で結構ダメージ受けちゃうんでね。よいしょ。さあさあさあ。で、ここでポイズン使わして、うん、使ってくれねえな。使ってくれねえが、もうライドラが生きてるよ。オッケーオッケーオッケー。さあさあさあ。で、早めに裏、カバーして、あ、オッケーオッケーオッケー。で、ライドラ2周目回して、あ、トルネがちょっとね、今さっき微妙でしたね。まあ、ですが、オッケー。ライドラだけでいけるかな。ライドラだけでいけそうな気もしますが、スケドラも出しつつ、さあ。鉄壁ですね。まあ、エリポンを一回置いたことによって、このね、相手のめちゃくちゃ来る攻めも守れちゃうんですね。まあ、守れなくても、その後のね、このエリアで、さらにゴリゴリでね、ゴリ押しちゃえばね、まあ、勝ちかなと、言った感じですね。もうエリポン、いいですよ。後半大逆転。もう逆に、エリポン置いた前半で押されなかったら、ほぼ勝ちみたいな。だって、その時が一番ピンチなのに、もうピンチを乗り越えちゃったら、勝ちじゃないですか。そっから不利になることないんで、言っちゃえばね。よろしくと言った感じで、いやー、冴えてるなー。てか、運いいな。次、ネクストに、エレクサーポンプが来てる。さあ、ここ一回ね、守ります。で、今、一回逆サイにタルフ咲いたのは、今、同サイに、ライドラ出すと、ライドラがね、高めになりすぎてね、相手の低めのマスクとかで処理されると思ったんですけど、結局変わんないっすね。オブレオブレ、ナイスチェン、ナイスチェン、ナイスチェン、オッケー、ナイスチェン。来た。だこれだけで自然とカウンターね。で、ここでランバー足すと、相手からしたらね、辛い。エリポン置いてもよかったんですけどね。まあ、ランバー足すだけで、相手はね、非常に辛いよね、と。で、サンガゴか、サンガゴか、あー、スケドラか、スケドラか、サンガゴ、あ、ごめんなさい。あるあるね。だからこれ入れなくても、落ちてましたね。さあ、というわけで、こうなっちゃうんですよね。これがまあエリポン置いた後でもたまにはたまたまこうなることもありますが、今んとこねエリポン関係ないじゃんってなっちゃうんですけど、ここで一回エリポン置きたいですね。で、相手のフル攻めを、相手はヒースピザップだけだと思うので、そうですね、スペルがないと思いますね。いや、ワンチャン敗北、いや、ないと思いますね。なのでこれも守り方ですよ。ドラゴン3体降臨させて、低めにね、低めにやって、相手の高めマスク警戒して、で、これにもうダックプリ当てれば、相手はもう、ティンティンティン。よし。さあ、で、あ、やべ、ダックプリのせいで逆に変なことになる。さあ、完璧でございます。もう相手、ヤナムザップでしたね。ヤナムザップで、僕のドラゴンはどっか行っちゃうんですけど、ですが、エリポンと、ライドラと、逆に5個使わないとスケドラ処理できない。もうこれね、いじめですよね。本当に申し訳ないんですけど、いじめですね。っていうぐらい、エリポンがね、来てますね。まあ、ここ最近、タルユキとか、なんかね、スペルないデッキとかよくあったんで、こういうね、エリポンデッキがね、活躍するのもまあ、懐かしいし、いいかなと思いますね。さあ、お相手うまい。いいヒースピード。うん。いや、これね、やばいですよね。もう一本いっちゃいますから、僕ぐらいになると。これがね、あんま言いたくないですけど、焼き鳥がよく言ってますね。死体蹴りって。そういうことですね。さあ、ライドラ？スケドラ？ね、これはもうね、多分相手諦めましたね。さすがにここまで来ると、突破できないんですよね、相手も。逆に僕ももう何してもほぼ勝ちみたいな。エリが溢れて溢れてたまんないっていうね。まあ、ところではありますね、エリポン。いやー、久しぶりですね、エリポン。なので、皆さんもぜひね、エリポン使ってみましょう。使ったことない人はね、多分慣れるまでね、うわーみたいになるかもしんないんですけど、もうね、置いてからの逆転がね、もう楽しいの楽しいの。めちゃくちゃね、いいんでね、ぜひぜひ、使ってみてくださいよと
いったところで、今期トロ上げもね、やれたらいいかなと思ってますね。うん、すごい上がってないんですけど、今日からね、マルチ。まあ、夜生放送もできたらいいかなと思ってるんですけど、まあ、はい、マルチやっていきます。頑張ります。というわけで、終わります。チャンネル登録まだね、してない方はぜひお願いしますと。では、お疲れちゃんでした。